影抜き、上段から。この影抜きはですね、こういうふうに切り結んできて、相手はこう切り結んでくるところを途中からこの右小手に竹刀が飛んでいく動きですね。打ち合う直前に体全体にロックをかけて止めます。そこで溢れ出る力を使って相手の竹刀を巻くようにしてさばき、小手に打ち込みます。影抜き、下段から。これはこう相手と切り結ぶ動きを上から抜かずに下から抜くんですが、これはまあここまで切り結んだなと思わせるところからいきます。これはこの時こう手で引いてるとすごく遅いですから、手自体はもうこのままどんどん切り結んでいくんですね。それをこの体の代わりで、体が変わっていくのを使って一原理の立ち。これはこちらが真っ向に打ってくる時に、相手がそれを払って横から払って、普通は飛ばされますが、払ってこう打ってもそれを体の重さが乗って崩すようにします。こちらから相手の真っ向を打っていく竹刀を、相手が横から払おうとした時、わずかに打つ軌跡を変えつつ、竹刀に体を乗せていくことで払おうとする相手の竹刀を打ち崩します。一拍子の切り落とし付き。これは相手が正眼に構えてます。こちらが下段に落として、これをしのいで突きに入ろうとするんですが、こうなった瞬間に相手が抜いてくる、抜いて、まあ、こちらの小手を打ってくるようにしてくるわけですよね。こうですから、パッと来てもパッと抜いてくる。それを抜かせる前にここを沿うようにして、そのまま突きに入ってくる。でこの場合もうここで切ってますから、相手がパッと抜いてきますよね。パッとでここに行ってからだともう間に合いませんから、すでにもう切り落とし出してるんですね。ここにこう沿っていくような動きをここで出してる。そうでありながら同時に左小手の崩し。これは相手がこう発想にとってますね。発想にとってこちらが下段でこう切ってこようとする。でその時に相手の小手につくんですね。そして崩していく。まあこれは相手が発想になってて、この小手はまあ鎧のようなものを身につけてて、そう簡単にこう切れる状況じゃない、で切れる状況じゃないところにこうついていきながら相手を崩すという、まあ普通こうなると相手がグッと落とすと非常にこちらの方が不利ですね。テコの原理から言っても
離れて、単純にこうやったんではとてもかなわないですから、体をこう互い違いになるようにしながら、単純なこういう肘運動にならないようにして、あの力を使います。ですからこういう動きになるように相手の中に。くさび止め。これは相手が上段へ発想で、こちらがずっと霞から誘ってきます。この状態からこう誘って、相手が面を打ってくるように誘ってきて、そういう形ですね。でそこで これはこの左足前の体勢ですね。左半身からと差し替えてこうなるように、まあ、そういう低い腰で体が速やかに動くような、まあ、あの稽古ですね。立ち浮き構えからの突き。これはこの構えから普通突いていくと払われますね。こう相手が非常に予測しやすいわけです。それでこの構えてる竹刀がちょうどこう水に浮いてる浮きのように、こう静かにふわっと浮いてる感じです。それがスーッと沈み込みながら、いつとはなく突いていくと相手がかわしにくい。これがこういう感じですね。試技返し。結びますね。こういわゆるつばぜり状態でうっと詰まった時、その時相手の力を受けて、でシャの構えからの小手打ち。これはこれにシャに取りますね。で相手の正眼に対してこう左小手をちょうど打たせるように前に出して相手に打たせます。でシャに構えて相手に誘って打ってくるところで左右体が差し替わります。